え、カッコン到底ええやないか。お願いします。はいです、お願いします。カッコン到聞きます。いやーでも最高っすよ、これ。いや、これでご飯かけるのマジで見とってカッコン到パワーご飯カッコン到ご飯にかけて食ってんの当たり前じゃないのいい苦味聞いてていいで、あれ来るって。さすがに白米カッコン到はやばいって。薬膳とかそういうレベルじゃないって。もう薬やもんそれ薬単体やもん。いや、そんなこと言ってるからえぐいっすよ、体めっちゃポカポカするっすやってみようかな。やってみた方がいいっすよ、本当に。いただきます。絶対マリファナ吸ってるやん。何でもうまく感じる。絶対マンチーやん、こいつ。なんか危ない草吸って何でもうまく感じるとかじゃないっすよね。さすがに、クローバーと結構いい感じっす。クローバー吸ってんのお前、やばやっぱ、用法、用量は守って食べないと。でも。いや、守っちゃダメよ。超える神になるんやから、ああいうの。うわ、かっこんとやん。うわカッコン糖決めすぎて最後手ブルブルだったんちゃう今のなああれな、ちょっとしびれた赤いやん。じゃあしびれとった赤いやん何してんねん。幻覚作用起きてるって。起きてた。サイファー4人ぐらいおったあれちょっと待って、クロスやふざけてないよね。ふざけてないって。ふざけてないよね。大丈夫やん、それ、うん、キルしとるやん。だからこのクロスヘアでゴールド1からも上がってきた。あー、まあやめた方がいいからな。うん。じゃあ、カッコン糖もやめろ、お前。いやいやいや。お前敵4人に見えてんねやろ。